どうも青キックスープスお時間やってきました。今日はあの企画が1年越しに帰ってきました。第一発目はね、まあやっぱりこの男でしょうということで、今日のゲストはこちらです。福岡第一高校17番の崎山修斗です。はい、ウィタカポおめでとうございます。ありがとうございます。はい、明けおめ。明けましておめでとうございます。はい、この企画はですね、いつものあのミックスゾーンでやってるあの感じは一切出さないでいただきたいです。はい。本当にオフな、お互い同い年ぐらいだと思って、いや、マジあれやばかったよね、みたいな。テンションで、行って、はい、お願い。もう硬い。はい、わかりましたか、硬い。はい、わかりました。じゃあ、何にする？敬語使ったら罰ゲームにする。いや、敬語。じゃあ、それやってみます。だってアメリカで敬語とかないじゃん。ないですね。敬語使ったら罰ゲームというか、じゃあ、プレゼント企画にしようか。用意スタートです。はい。じゃあまず一発目からいきたいんだけど、ポッドキャストみたいな感じは PG の？はい、言ってます。はい、はい、敬語使いました。はい、ユニフォーム出してもらおう。いや、敬語じゃないっす。見てますわ、敬語だろ。え、今はちなみにどこにいんの？今はあの沖縄の方に戻ってきてます。はい。いや、もう敬語なしにしましょう。それなしにしましょう。もうダメだ、会話にならない、進まない。もう自由で自由で。はい、沖縄の実家？実家っていうんですかね、なんか、うん、家が2つあって、そのうちの1つに帰ってきてます。そんな、へえ、別荘ってこと？沖縄市民が、沖縄県民が沖縄に別荘あるの？いや、なんかお父さんの方が高校やってるじゃないですか。ああ、そうだね。それで寮生がいて、寮入るためにちょっと2つ家分かれて、自分は綺麗な方にしてます。そうだね。はい。ちなみにこのさ、寮生もやったしさ、企画は見たことある？あります、見させてもらいました。おー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 、あんな感じです。簡単に言えば今年の福岡第一の裏側を掘っていこうっていう企画です。はい、わかりました。はい、で、あの質問コーナーは皆さん、あのものすごい質問来ないの？もう全部なんか無理ぐらいものすごい質問来たんで、それはもう番組のちょっと後半で、前半はまあ今年の今シーズンの出来事と3年間通しての出来事をちょっと話して終わろうかなと思います。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。ここですか？お願いします。はい。じゃあまずはウィンター終わってオフは何してんの？お父さんの高校に行ってバスケットします。とお父さんの高校行ってさ、でもお父さん高校先生女子じゃん、女子に無双してんの今？たまにコートが空いてたらワークアウトだったり、うん、たまに、はい、試合とかもさせてもらって、平均 4,50 点ぐらい。あのな、そりゃそうだよ。え、前からプレスしてんの女子相手に？自分一人とあとは呼んできた仲間なんで、あ、子たちが体力ないので前からはしてます。あ、なるほどね。ワークアウトはちなみに一人でやるタイプ？自分は多い人とやるのはあんまり苦手なんで、いろいろ NBA だったり、最近はフィルハンディのワークアウトとかしてます。おー、デュースブランド。じゃあまあそのワークアウトとか自主練習の質問めっちゃ来てたから、それはまあ後半の方に置いといて、1本目は福岡第一に入学して良かったことと、未来の福岡第一生に次ぐ福岡第一ここは気をつけろポイント。良かったことはやっぱ練習してるだけディフェンスが上手くなってたり、レベルの高い人たちとできるんで、練習の後に試合に行くとやっぱ試合の方が楽に感じたりっていうのはあるし、一昨年は寮生さんがいてガードに、うん、去年はルイさんとかケンシーさんとか千早春さんがいて、もう練習の質も高かったので、そういった面では今年はそこまでディフェンスのプレッシャーとか嫌がるっていうことはなかったので、そういった風に個人としても成長できる部分はあったのかなっていう風に思います。なるほど。なるほどね。じゃあちょっと言いにくいかもしれないけど、福岡第一ここは思ったことと違ったみたいな。違った。月曜日オフってなってるんですけど、それはほぼオフじゃなくて体育館に行かないとダメみたいな、そういった伝統があるんじゃないですか、選手の中でな。暗黙のでしょ、はい、ああ。自分はあんまり嫌なことなくて、バスケットができる環境だったので、そこは本当に一番大事に入学してよかったことかなっていうふうには感じています。おー、あの2面あって、あの綺麗さのコートが常にあるっていうのは、ね、なかなか全国でも、はい、第一は常に留学生が5人ぐらいいるやん。はい、そうです。まあ、5人は一番多い時かもしれないけど、3、4人は常にいるやん、はい、それ違うよね、やっぱ他と。結構練習の中でもバチバチにやってくれて、うん、それがあるからこそ留学生もレベルも上がっていくし、そこはめちゃくちゃいいポイントだなっていうふうに思います。おー、なるほどね。福岡第一で最初それこそ入学した時は佐藤亮生がいて、あ、違う、入学する前はハーパーか。ジュニアさんとは被ってないですね。被ってないけど、まあいるみたいな感じやろ、あのジュニアは、はい、ジュニアがいて、次寮生がいて、で次寮生がいて、ルイがいて、シュートじゃん。どうやってそのさ、ポイントガードのプレータイムだったりユニフォームを勝ち取るの？
自分は入学して練習に参加させてもらった時は、うん、陽生さんとかルイさんとかを見て、あ、これもやべえな、この1年は絶対出れない、2年間も出れないだろうっていうふうに思ってて、うん、陽生さんだったらめちゃくちゃ体の方でいじめられてあの人やばかったですディフェンスからそこっていう練習もあるんですけど、もう自分たち1年生にめちゃくちゃもういじめてくるんですよ、あの体でずっとそれでもうめちゃくちゃやられて最初落ち込むことあったんですけど、そういった切磋琢磨できる存在が僕たちたくさんいたので、うん、ここで勝ち取るには朝の自主練が一番大事だというふうには思ってたので、誰よりも朝早く行ってシューティングしてワークアウトしたりは3年間し続きました、うん、やっぱ上げの日もあればさ、理不尽に怒られる時もあればさ、そのエースだからこそ怒られるとかっていうのもあるやん。で一人だけこう走らされたりとか、めっちゃ練習追い込まれたとかさあると思うんだけど、それでも次の日行くの？はい、自分去年からリバウンドを1年間付き合ってくれる仲間たちがいて、同級生が1年間リバウンド付き合ってくれて、自分たちよりも早く行ってるので、自分がもし来なかったら申し訳ないっていうのもあるし、自分がお願いしてやってることなので、自分は行き続けないといけないなっていうふうには思ってるので、調子どうこうっていうか、もう朝には欠かさずに行けたし、アメリカン大学の D1 でやりたいっていうのがあったので、それを考えたら絶対に朝には行くべきだなっていうふうに毎週思ってたので、朝には行き続けられるようにしてました。それはすごいよ。なかなか日本の高校生で D1 目指して毎日毎日朝練ワークアウトっていうのは、環境のせいにしたらさ一瞬でそんななるけどさ、第一とは違うからさ、はい、それでもすごいな。それはまあそれこそ怪我の時期とか実際今終わって、まあ、優勝したからこそ言える話もいっぱいあると思うんだけど、何がどうなった怪我の時期は？怪我する前に1週間前からちょっと体に異変があったんですよね。朝外ラン走ってたらいきなり肺が痛くなって、病院行ったら肺気胸みたいに言われて。肺気胸結構やばいよ、うん、でも少しだけだったんで、うん、すぐ大丈夫で1週間復帰して、うん、大堀戦で復帰して、うん、その1クォーターぐらいに足ポキッて折れたんで、この辺から体がバグってて限界が来てたんじゃないですか。それでいろいろあったんですけど、ウィンナーカップ出たかったので、リハビリ一生懸命して最後こうやって優勝終われたので、もう良かったです。リハビリ期は学校の外出てた？自分は沖縄の方に帰ってきてリハビリしてました。その帰った理由っていうのは何なん？沖縄になかなか気持ちの整理がつかなかったので、一回沖縄に帰ってきて、うん、そういうのもあって一回沖縄に帰ってこようかなっていうふうに、まあ、決めました。外国籍やん、やってること帰国してリハビリしてるやん。まあでも大事だよね、常にこうメディアとさカメラ向けられてさ、なかなかタフだよな、メンタル的に。それはここだから言える話でも何でもいいんだけどさ、毎年福岡第一っていうまず学校が注目されて、そこの中のポイントガードが注目されて、でそこの中のエースがもっと注目されて、もっと責任があるプレッシャーの中で、今年1年はやっぱその枠に先浜シュートが入ったじゃん。メンタル的に結構タフだった？そうですね、一昨年のインターカップ終わってからは少しだけ注目させてもらって、うん、プレッシャーもあったんですけど、うん、ルイさんとか陽生さんもその道を通って行った方にすごい選手になっているかなっていうふうに思ったら、うん、自分もちょっと負けてられないなっていうふうに思いになって、うん、まあ、自分はあんまりプレッシャーっていうのは感じずに、いつも通り楽しみながらやろうっていうふうには意識はしてやってました。なるほどね。3年間振り返って一番きつかったのはどの辺？一番きつかったのは、自分が1年生の時の夏休みのインターハイ予選で大堀さんに負けてしまって、その後の夏休みがもう毎日33秒であったり、もう本当にダメばっかで、それを 1,2 ヶ月は続けたので、正直きつかったです。違う、33秒視聴者の人わからんってでもやばかったです、サンスケ。もう本当に 1,2 ヶ月ちょっとやめたいっていう思ってしまったんですけど、でもやっぱあれがあったからこそ、この後の2年間も乗り越えられたのかなっていうふうに思います。ちなみにその33秒っていうのはどんなメニューなんですか？33秒以内に3往復なんかいろいろ走り方変えてやるんですけど、それをやります。あれはやばい。そうですね、練習の後にやるんです。それが一番きついです。あんだけディフェンス練習した後に、あれはやばいよな。ラストはウィンターカップで起きたハプニングとかある？裏話なんですけど、瀬戸陸斗行くじゃないですか。おユニフォームをホテルに忘れてスターターから外れたっていうやつですあれはマジ面白かったです。面白かったっていうか、やばいなっていうふうに思って、ちょうどその試合の前に波立選手が見に来てくださってて、その時は先生機嫌良かったんですよね。アップ場に戻った時にちょっとだけ怒って雰囲気がやばいまま試合に臨んだんですけど、まあ、それがちょっとやばかったです。瀬戸くんはもうどういう感じなの？やばいよみたいな。瀬戸とは自分同じ部屋だったんですけど、瀬戸いつもユニフォーム着ていくので自分も大丈夫だろうっていうふうに思って言ってたんですけど、会場着いた瞬間、あ、ユニフォーム忘れたみたいな感じでつぶやいてて、いつもなんかそういう
ふうに言ってあるんで、うん、みんな信じてなかったんですけど、その時本当で、それでもアシスタントコーチの原先生の方に取りに行ってもらって、スターターが外れたっていう感じでした。さすがに井出口先生の耳に入っちゃったんだ。そうですね、スターティングファイブが前の試合のハーフクォーターまでに提出しないといけないっていうふうにあったので、うん、それで耳に入って。ってことは相当ギリギリになったんだろうね。そうですね、自分たちもなんか何が起こってるかも分からなかったです。だってちょっと余裕あったらさ、行って帰ってきてこれ間に合うなみたいな感じでさ、大会期間中だから先生の耳には入れずにこっちで解決しとこうみたいなのあるやん。はい、めちゃくちゃあります。ギリギリだったんだ。ホテルもちょっと遠くて結構混んでたので、それが原因で先生の方に入っちゃう、うん、まあもう入れるしかないみたいな、すいませんみたいな。はい。それはやばいな。その後瀬戸君が取り返したの試合で。めちゃくちゃブロック飛ばしてめちゃくちゃ頑張ってました。強豪校のあるある、はい、やらかしたら取り返せ。はい、じゃあこの1本目ラストは進路ですね。この先のどんな感じで飛んでいくのか、9月入学だと思うけどどんな感じでいくのかちょっとお願いします。自分はスラムダンク小学生としてアメリカのコネチカット州にあるセント・トーマス・モアスクールというプレップスクールに留学させてもらいます。いつ行くの？3月末に渡米して、4月から5月の間は学校の方で文化でやったり勉強、少し多分オフシーズンなんでワークアウトぐらいしかできない。それまで終わったら IMG っていうでかいスポーツ施設に3ヶ月ぐらい滞在してワークアウトとか勉強とかさせてもらって、最後またシーズン始まるので学校に戻って、それからシーズンが終わるまでプレーさせてもらうので楽しみです。IMG は学校のプログラムで行くの？それとも自分のコネクションとか？それはあのスラムダンクのプログラム。プログラムの中にあるんだ。はい、そうです。どうやったら先浜修斗君の試合見れる？アメリカに現地に行くしかない。多分そうじゃない。現地ライブとかあるか分かんない。とりあえずみんなに 見に来てほしいです。そうよね、皆さんぜひね、崎山くんのインスタ貼っとくので、アメリカの現地情報、そしてあのブラックスラングとかをね、いっぱい学びましょう。はい、というわけで質問コーナーもうえぐい来てるので、それでちょっと一本撮ろうという思ってます。次回の動画でまた質問コーナー撮りたいと思うので、ぜひ皆さんそっちチェックしてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイして、バイバイして。カメラオンにしてほしいのよ。あ、カメラオンですよね。オンだけどなんかシュートがこうなってる。いや、自分もそうなってます。いや、なんか変えてよ。こうなってます。あ、これか。あ、できました。縦横のやつあるやん。これ。それで iPhone こう逆だよ。こうして。惜しい。あの。Ha ha ha!